夜な夜な悪さをして困っているんです。大丈夫です、私に任せてください。最近特に凶暴になっているようなんです。旅人が襲われたりしていますし、気をつけてください。はい。人の姿を真似るのもうまくて、私たちの誰かに化けているのかと思うと。あまり心配しないでください、巫女は怪しいものを見抜く目を持っていますから大丈夫ですよ。これでしばらくは大丈夫だと思います。おお、さすがは風祭りの里の巫女様だ。ありがとうございます。せっかく助けていただいたのに、お守りの方は手がかりも何もなくて申し訳ありません。いいんです、お役に立てて何よりです。では私はこれで。年若いのに立派なお人だよ。本当だね。